皆さんこんにちは。今回は今現在私が毎日どのように手帳を使っているのかを平日5日間を通してお見せしたいと思います。何か参考になるものがあれば嬉しいです。まずデイリーページは前回紹介したブレッドジャーナルの形で月曜日にやることをリスト化していきます。こうすることでやらなければいけないことが自然と整理されて優先順位もはっきりします。ちなみにデイリーページではリストは基本1日ごとに書いていきます。なので1週間を通してやらなければいけないタスクや予定が曜日ごとに決まっている場合はウィークリーのリストを別に作っておくことにしています。1週間単位での予定管理は手帳を使って行うこともできるんですけども、私はここ最近 Google カレンダーを使っています。1週間の予定を記入し終えたら研究する時間や習慣化したいタスクの時間をブロックしていきます。このようにあらかじめ時間を決めておくことで1日の流れをスムーズに作ることができます。月曜日に完了しなかったタスクはマーカーペンでハイライトします。こうすることで引き続きやらなければいけないタスクと終わったタスクを区別することができます。ちなみに YouTube の動画を見ていると完了したタスクをマーカーペンでハイライトする人もいるみたいです。こちらは以前の動画で紹介したウィークリーのハビットトラッカーのページになります。本当は日曜日の夜か月曜日中に作る予定だったんですけど、作る気力が湧かずにですね、結局火曜日の朝になってしまいました。ここでも引き続き、火曜日に終わらせられなかったタスクはマーカーペンでハイライトします。一日の振り返りは、なるべくその日の夜に行うようにしています。こちらは今月から始めたセルフケアのトラッキングページになります。ブレッドジャーナラーで有名なボホベリーさんという方の YouTube 動画を見て、私も真似してみようと始めました。セルフケアの項目についてですが、その日一日生産的だったかどうかや、アクティブだったかどうかということに加えて、自分の心の状態を記録していくようにしています。
一日の予定はその日の朝に書くようにしています。前日にがっつり計画を立ててしまうと、少し予定より遅く起きてしまったりした時に、こう一気にやる気が失せてしまうので、大まかな計画は前日の夜にポストイットなどには書き込んでいるんですけども、ちゃんとした計画は朝起きてちょっと研究をしてからお昼行く前あたりに書くようにしてます。木曜日の朝はちょっとバタバタしてしまって手帳に書き込むことができなかったので、夜に一日の振り返りとして書いています。手帳のページは常に黒とグレーを基調としたモノトーンな感じで統一しているので、彩りはこのようにマスキングテープを使ってやっています。以上が5日間を通した私の手帳のルーティンになります。見ての通り手帳の使い方はほぼ同じことを繰り返す作業になるので、無理なく続けられるようなるべくシンプルでミニマルな形にしておくのがおすすめです。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。